キー、ほんと腹が立つ。どうしたんだ？そんなに怒って。何か嫌なことでもあったのか？さっき近所に住む小学生に遭遇して、いきなり問題を出されたんだけどね。私、解けなかったのよ。そしたら、大人のくせにばっかでー。って大笑いされちゃって、もう悔しくって。なるほど、それは腹立たしい話だな。どんな問題だったんだ？いきなりこんな図を見せられたのよ。この数字の並びにはあるルールがあるらしいんだけど、あ、い、うに入る数字は何かって。マリサ、わかる？視聴者のみんなも一緒に考えてほしいわ。ほうほう。その小学生、なかなか算数が得意なんじゃないか？どうして？これは確か、算数オリンピックで出された問題だぜ。算数オリンピック？数学じゃなくて算数だったなんて。答えは何？あの小学生、バカにするだけバカにして、答えを教えてくれなかったのよ。ぐぎぎ？そうなのか。あ、い、うはそれぞれを、1、2だ。どういう規則性があるの？これは一見難しく見えるが、算数の知識はほとんどいらない。左上の1からスタートして、1、2、3、4、5、そしてまた1、2、3、4、5の繰り返しで、時計回りにぐるぐる渦巻きになってるだけだ。そんな単純なの？悔しい。オリンピックというだけあって、算数オリンピックの問題は、意外と大人には解けなかったりする。そんなに気にしなくていいと思うぞ。でもやっぱり悔しいわ。なんとかリベンジしたい。ねえマリサ、他にも算数オリンピックの問題ってないの？もちろん、いろいろあるぞ。ほんと？ぜひ教えてちょうだい。では、今回の動画では、小学生でも解ける、算数オリンピックの問題、について話していきたいと思うぜ。よろしくお願いするわ。今日は全部で6問の問題を出す。各問題20秒ずつ考える時間を設けるが、難しい問題もあるからな。もっと時間が欲しい場合は、動画を一旦止めて考えるといいぞ。みんな、小学生に負けないように頑張りましょうね。第1問。違う重さのボールを見つける問題だ。A, B, C, D, E, F の6つのボールがあり、これらのうち1つのボールだけは、他のボールと重さが違っている。では、画面を見てくれ。天秤を使って測ってみたところ、6つのボールは図のように釣り合うことが分かった。この図をヒントに、重さが違うボールを見つけよう。図1は4つと4つ、図には2つと2つ。図1には両側に同じボールがあるね。いい感じだ。では、シンキングタイム、スタート。図1は、同じ部分を取って考えちゃっていいんじゃないかな。ストップ。ああ、ダメだ、わからなかった。残念、答えは D だ。いいところまで行ったと思うんだけどな。途中でわからなくなっちゃった。ふむ。せっかくだから、まずは霊夢はどう考えたのか教えてくれ。まずは左の図1に注目したの。C、D のボールが両方にあるから、この2つを取ってしまっても釣り合うはずでしょ？つまり、AB ペアと EF ペアが釣り合うわけよね。良いところに気づいたな。でもね、ここまではわかったんだけど。次にどうしたらいいのか行き詰まっちゃった。そうだな、重さが違うボールは一つしかないという点に注目してみよう。あ、そうか。例えばもし B が違う重さのボールなら、天秤は A、B 側に傾くはずだわ。傾かなかったってことは、A、B、E、F の4つは全部同じ重さってことね。これで、重さの違うボールは残るし、D のどちらかに絞り込めたわ。じゃあ、同じ考え方で図2を見てみよう。F、C、B、E が全部同じ重さだってことがわかるね。図1で A、B、E、F が同じってわかってたから、合わせると A、B、C、E、F が全部同じだとわかる。残りの1つ、D のボールが違う重さのボールだということだな。確かに、答えは D になったわ。違うボールが1つだけなのが鍵だったのね。そういうことだな。第2問は、図形の問題だ。画面を見てくれ。図の長方形 ABCD の周りの長さは何センチだろうか。ただし、色部分は正方形になっているぞ。正方形は4つの辺の長さが同じなのよね。これ、なんだか使えそうな気がするわ。よし、ではシンキングタイム、スタート。わかってる長さをどう使うか。うん、それも重要だな。ストップ、答えは出たかな？ここは。42センチ。正解だ。では、解き方を聞こうかな？実はなんとなくなの。ごめんなさい。謝ることはない。なんとなくの感覚は大事なものだからな。長方形って、縦、縦、横、横で同じ長さが2本ずつあるでしょう？だからなんとなく、わかってる長さを足して2倍したら答えになる気がしたんだよね。
ポイントはわかっているようだな。今回の鍵は、同じ長さの辺だ。まず、正方形に注目して、同じ長さの部分に丸印をつけてみよう。正方形の4つの辺と、あと、両横もだね。そうだな。でも、中途半端な部分が4つできちゃったわ。この部分はどうしたらいいのかしら。やはり同じ長さに注目する。向かい合ってる部分は同じだね。じゃあ、こうしてみよう。いいぞ。では、問題の長方形 ABCD の周りの長さを記号を使って表してみてくれ。A から時計回りに行くと、順番に足した結果がこの等式になって、なんだかセットができそうだわ。並べ替えてみよう。並べ替えた結果の等式がこうだから、かける2で表せるね。よし、ではここで、分かっている12センチと9センチの登場だ。この2つの長さも記号で表してみるぞ。12センチイコール黒丸足す白丸、9センチイコール白丸足す三角ね。2つを足したら、長さでは12足す9イコール21センチで、記号では、こう表せるわ。記号を入れ替えたら、21センチイコールこの等式になる。先ほどの長方形 ABCD の長さの式に当てはめてみると、答えが出るな。矢印の部分 ×2、イコール21センチ ×2、イコール42センチ。なるほど、なんとなくでもやもやしてたけど、考え方が分かってすっきりしたわ。第3問は、誕生日を当てる問題だ。以下の内容をヒントに、たかしくんの誕生日を当ててくれ。今たかしくんは7歳だが、2日前は6歳だった。今年の誕生日には8歳になる。さて、たかしくんの誕生日は何月何日だろうか。同じ日の中の細かい誕生時刻とかは関係ある？小学生の問題だからな。そのあたりは大雑把に考えてくれ。わかったわ。一年で二つも年を取るなんておかしいよね。どういうことかしら。その点を解決できる誕生日を考えるのがポイントだな。シンキングタイム、スタート。わざわざ今年のって書いてるのが怪しい。ストップ。さて、誕生日はいつかな？待って、今二択で。決めた、答えは12月31日。正解だ。霊夢が指摘した通り、今年の誕生日と書かれている点が鍵になるな。まず、たかしくんは今7歳で2日前は6歳だったから、誕生日は昨日だったということになる。しかし今年の誕生日には8歳になるので、昨日の7歳の誕生日は去年だったということになる。昨日は去年、今日は今年だから、昨日は12月31日だったってことよ。だから、たかしくんの誕生日は、12月31日ね。第4問は、金額をもとに、買い物内容を当てる。少し算数スキルが必要だぞ。できるかしら。よしこさんは魚屋で、次の魚をどれも1匹以上買い、ちょうど3600円を支払った。1匹の値段は、サバが130円、アジが170円、イワシが78円、サンマが104円だった。さて、アジは何匹買っただろうか？ちょっと待って、こんがらがっちゃう。サバが130円、アジが170円、イワシが78円、サンマが104円で、払ったのが3600円。悔しいけど解き方がさっぱりわからないわ。何かヒントはない？アジ以外の3種類の魚の値段に注目すると良いぞ。この値段にはある共通点があるんだ。130円、78円、104円。何かしら。では、シンキングタイム、スタート。数の共通点というと、あれかな。ストップ。わからなかったわ。そうか、答えは12匹だ。残念。でもね、3つの値段の共通点はわかったの。どれも13で割り切れる数になってるわ。すごいじゃないか、よく気づいたな。だけどそれをどう使ったらいいのか全然わからなくて、結局解けなかったの。それでは説明しよう。サバとイワシ、サンマの値段はすべて13で割り切れるよな。そこで、他の数についても13で割った結果に注目してみよう。13で割り切れない味はどうだろうか。また、支払った代金を13で割るとどうなるだろう。味の代金を13で割ると、170÷13 イコール13余り1になって、支払った代金を13で割ると、3600÷13 イコール276余り12になる。つまりそれぞれの数字を13で割ると、味の代金は余り1、支払った代金は余り12になるわ。そう、そしてサバとイワシとサンマの値段は、13で割り切れて余り0になってしまうから、支払った金額の余り12は、余りが出る味で補うしかない。
よってあまり12を補うのに必要な味は、12匹分であるため、味は12匹買ったということになる。なるほど、マリサの解説を聞いたら納得だわ。170円 ×12 匹イコール2040円で、3600円引く2040円イコール1560円。1560はちゃんと13で割り切れる数になるから、味を買った残り1560円分は、他の3種の魚でぴったり買うことができるな。なお、買った味の数が12の倍数であれば、残りの金額は13で割り切れる数だが、12×2 の24匹になると、合計代金の3600円を上回ってしまう。だから、やはり答えは12匹となるぞ。なかなか難しい算数だったわ。次は解きたい。第5問は、図形問題だ。画面の図を見てくれ。これは、一つの長方形を面積が等しくなるように4つの部分に分けたものだ。ハテナの長さは何センチだろうか。実はこの問題は、ひらめけば10秒で解けるんだぞ。え、10秒？よし、じゃあみんな、今回は停止なし、シンキングタイム内に解くよ。では、スタート。これは、いけるわ。ストップ。10秒チャレンジ成功、解けたわ。答えは6センチね。よし、では解き方も教えてくれ。すっごく早いから、マリサもびっくりすると思うな。では行きます。右の小さい長方形に注目して、面積は 2×9 イコール18。長方形全体はこれが4つ分で、面積は 18×4 イコール72。全体の縦が9センチだから、丸 ×9 イコール72で、横は8センチ。書いてある2センチのお向かいも、2センチだと分かって、ハテナと2センチで合わせて8センチだから、ハテナは6センチ。結構ギリギリだったけど、ちゃんと10秒で解けたわ。どう？完璧じゃない？とてもわかりやすい考え方だな。正解は6センチで、バッチリだ。だが、実は5秒で解ける考え方があるぞ。え、本当に？どうしたらいいの？右の長方形とそれ以外の部分に分ける。面積で考えると、右は1つ分、残りの部分は3つ分だ。2つの部分の縦の長さは同じだから、横だけを考えればよい。右の長方形の横が2センチだから、ハテナの長さは2センチ ×3 イコール6センチになる。確かに、これは早いわ。私も早いと思ったけど、上には上があるもんだね。さて、今回最後の問題に進もう。画面を見てくれ。この図は遊園地にあるコーヒーカップ全体を上から見たものだ。赤色の円はカップを表す。紫色の円は回転台で、それぞれに4つのカップが乗っている。その周りの緑色の円は全体台で、4つの回転台が乗っている。全体台も回転台もカップも、全部がぐるぐる回るの？ああ、そうだ。全体台、回転台、カップはどれも20秒で一周する。回転方向は、それぞれに矢印で示されているぞ。全部右回りなのね。今ピーター君は黒丸のついているカップに、西の方向を見て座っている。問題は2つだ。問1、15秒後にピーター君が座っているカップはどれか。問2、15秒後にピーター君が見ている方向は、東西南北のどれか。15秒後にどれくらい回ってるか考えればいいんだよね。では、シンキングタイム、スタート。台もカップも、全部が回るからややこしいのよね。ストップ、答えは出たかな？うん、整理してみたら意外とできたわ。どれも20秒で1周だから、15秒だと、4分の3周だけ回るのよね。だから、1周を4つに分けて、時計回りに3つ分進めればいいの。ふむ、とても良い考えだな。あと、全体台と回転台とカップの全部を、一度に回すとわからなくなるから、順番に回していけばわかりやすいわ。ほう、ますます良い考えだ。でしょ？これがわかれば、どっちの問題も一度に解けたよ。まずは全体台の回転からね。はじめは南の回転台にいたから、3つ進めて西、北、東。東の回転台にいることがわかったわ。今は全体台だけを回すから、ぐるっと回って、この図の感じになるね。ふむふむ。次は回転台だけを回してカップの場所を決めるの。3つ分進めたら、こうなるわ。最後にカップだけを回して、ピーター君の向いてる方向を決める。矢印を3つ分回して、カチッカチッカチッ。こうね。これで問1と問2、両方できたわ。答えはこの図の通り。ピーター君は矢印があるカップに座っていて、向いている方向は北ね。素晴らしい、完璧だな。小学生でも解けるはずの問題なのに、予想以上に難しかったわ。考え方を聞いたら納得でも、なかなか思いつかないものだからな。
私的には、最後の問題が一番解き応えがあって、それに面白かったわ。完璧な解説もできたしね。今度あの小学生たちに会ったら、これを出してやろうっと。もしかしたら小さな算数友達ができるかもな。診断テストを再生リストにまとめたから、他の動画も見てみてくれよな。じゃあ今回はこんなところで終わろうと思うぜ。ご視聴ありがとうございました。